CNN より、アメリカ大リーグの投手が投げたボールが鳥を直撃し、鳥が死ぬアクシデントが起きた。コーチのものとしては、大リーグ史上2度目の不幸な出来事となった。アリゾナダイヤモンドバックスのザック・ギャレン投手は17日、カリフォルニア州で行われた対オークランドアスレチックス戦を前に、外野のフィールドで投球練習を行った。この際に投げたボールが意図せず鳥を直撃。ギャレン投手が投げたカーブに当たった鳥は、助からなかった。この様子はカメラで捉えられており、ギャレン投手は鳥が死んだことをすぐにはわからなかったと解説者は伝えている。アメリカ大リーグでは20年前にも同じような出来事が起きていた。春の練習試合中、速球で知られたダイヤモンドバックスのランディ・ジョンソン投手が投げた球が、たまたまその場に飛んできた鳥を直撃。その瞬間、死んだ鳥の羽が爆発したように飛び散った。ランディもあの球食らったらそら死ぬわなって感じよな。ランディは試合中だったのがまたすごい。見たけどボコって当たってそのまま落ちてくだけやったわ。ランディのやつはハト爆散したからな。ランディのやつはマジックみたいな感じで羽が飛散してたよな。またバックスか。愛護眼帯が黙ってないで鳥に直撃しても死なない素材に変更や。ランディの時みたいに愛護眼帯に抗議されるんか。ランディもすげえ落ち込んだらしいなあれ。あのイチローも泣いてるで。今年サイヤング予定の投手やぞ。鳥殺しにサイヤングは与えらんねえわ。また爆散したか。カーブかよそれなら死なんやろよかったな。変化球で当てたんか。よくよく考えたら当たって鳥が即死するようなもん。人に向かって投げ込むの恐ろしいな。投手が藤浪晋太郎なら当たらずに済んだものを。